最近、天はスーパー JU ネイティブインストゥルメンツ ORD&E くにょくドンヘの YouTube チャンネル DNE コメントねい来てね第2話にゲスト出演した。3人は元レーベルメイトとして思い出を語った。スーパージュニアのメンバーは天のエンターテインメント所属の先輩にあたる。ドンヘトーニョクは昨年エンターテインメントを退社した。その後彼らは独自の事務所 ODE エンタールタインミー MT を設立しました。そのためエピソード中に2人はエンターテインメントから指紋が削除され、簡単に建物に入ることができなくなることを明らかにしました。会話が続く中、ドンヘは天に自分も辞めるかどうか尋ねた。天は 100% 辞めると答えた。ああ、なわよ、ヘプロヘプロ、ドンヘの質問は実際には様々な方法で解釈できます。この文脈では天がエンターテインメントを辞めるかどうか尋ねられているように聞こえるかもしれません。しかし事務所が違うから、もうドンヘとオニョクの番組には出ないのという解釈もある。そこでテンは先輩たちを怒らせることを心配し、これからも先輩たちを訪ねると答えた。そこでオニョクはテンに本当にエンターテインメントをやめるのかどうか尋ねました。テンさんは韓国語か母国語ではないため、質問が理解できなかったと明らかにしました。